日本放送協会 NHK ワールドジャパン n h k ワールドラジオ日本 NHK ワールドラジオ日本とは日本放送協会による地上機関放送の一種で単波放送かつ国際放送であるラジオジャパンとも呼ばれる NHK ワールドジャパンは NHK の海外向けサービスの総称でラジオ日本はその一つである百三十五年六月一日 日本語と英語による1時間のラジオ番組が北米西部、範囲向けに短波で送信され、日本の国際放送の幕開けとなった。社団法人日本放送協会による海外放送は開始当初、正式な故障がなかったが、やがて非公式にラジオ東京が使用されるようになり、1941年1月に公式に定着した。なお、当時、欧米において、 同盟通信社によるモール信号を使ったニュース送信が東京ラジオと呼ばれており、歴史書などで混同されることが少なくない。なお、このラジオ東京の故障は、後に1951年に同盟で開局した民放局の東京放送及び TBS ラジオとは無関係である。社団法人日本放送協会の海外向け放送は、 終戦直後の1945年9月2日に、連合国軍最高司令官総司令部の命令によって9月4日中止された。1950年、放送法が施行されると、社団法人日本放送協会は解散し、業務を継承した特殊法人の日本放送協会が発足する。この後の1952年2月、ラジオ日本として、 海外向け放送を再開する。1996年6月には NHK の機構改革とともに NHK ワールドラジオ日本となり、現在18の言語を網羅して放送されている。受信には短波放送の場合は短波受信機もしくは HF 無線機が衛星ラジオの場合は NHK ワールド TV、NHK ワールドプレミアムのテレビ放送と同じく 直径2から6メートルのパラボラアンテナ、C バンドの LNB、デジタルチューナーが必要。1935年6月1日の放送は、ハワイ州を含めた北アメリカ西部に向けて実施された。それよりも前の1934年に、名作送信所から試験的に、東京中央放送局の番組を、当時日本の統治下にあった朝鮮半島、台湾、満州国など外地へ向けた。 同時放送を行っていたが、本来の外地だけでなく、世界各地でラジオ番組が聞かれ、受信報告書が送られた。そこで、1935年のヨック開局10周年の事業の一環として、日系人が多く住むアメリカ大陸向けの放送を実施することを決定。同6月1日に、名作送信書より2 0ット送信機1台、 周波数 14,600kc により、次のような番組を日本時間10時30分から11時30分に放送した。なおこの当時は、短波放送は季節ごとに電波の伝わりが変わることから、季節の変わり目を見て周波数を変更しており、夏場は 14,600kc、冬場は 16,60kc、春と秋の中間期はこの2つの周波数を、 併用していた。コールサインは、名作送信書には、ジョア6ジョア21、八又送信書には、ジョブ6ジョブ21がそれぞれ割り当てられているが、実際の放送ではこのコールサインの放送は、されていない。NHK ワールドラジオ日本の放送には、日本語と英語を用いた全世界向け、ゼネラルサービスと、各言語の対象地域向けの、リージョナルサービスの二種類がある。 また、インターネットでもニュース番組をストリーミング配信している。放送されない時間帯はインターバルシグナルをエンドレスで次の放送開始まで流している。海外向けの放送で短波送信によるスキップ現象のため、日本国内では電波が入り換しにくいが一応日本国内でも受信は可能である。短波の電波伝般の性質上、 八股送信所からの放送は受信しにくい地域、季節、時間帯も存在し、逆に海外の送信所からの放送が受信可能な場合もある。なお、NHK は国内からの受信報告には通常、受信確認証を発行していない。また、短波による放送のほか、NHK ワールド TV、NHK ワールドプレミアムのテレビ放送と同じ。 放送衛星を使用したデジタルラジオ放送も行っており、終日のスクランブルで受信できるようになっている。海外衛星テレビ受信装置の受信設定により、NHK ワールド TV が受信できる状態であれば、日本国内を含めて受信可能である。なお、日本語による短波放送の周波数案内や9時前と14時前に、次の日本語放送の開始時間の告知も、 海外中継局に衛星配信している都合上、そのまま流れるが、デジタルラジオでは終日、常に受信したチャンネルで日本語放送が聴取できる。日本国内で衛星ラジオを受信している場合は2011年9月1日開始の NHK ネットラジオラジルラジルと合わせて、国内向け放送、海外向け放送のすべてのラジオ放送番組を高音質で聴取することができる。 NHK は基本的に NHK 受信料を徴収しての運営であるが、この国際放送の運営に関しては、受信料収入のほか、日本国政府から交付金という形で補助金が出ている。2006年11月10日には、菅義偉総務大臣より、橋本玄一 NHK 会長に対し、放送法第33条 NHK に対して放送区域、 放送事項、その他必要な事項を指定して、国際放送を行うべきことを命ずることができる、という規定に基づき、NHK ワールドラジオ日本において、北朝鮮の日本人拉致被害者へ向けた放送を、するよう命令された。これに基づき、NHK は2007年3月26日から、送信設備に比較的余裕のある時間帯に、潮風に設備を供与。これに伴い、 長らく KDDI と結んでいた八街送信書の独占使用契約を解除した。しかし、先進国での衛星テレビやケーブルテレビ、ブロードバンドインターネットの普及、さらには NHK 申請プランにより、先進国への放送はインターネット及び衛星テレビでの放送を重視することになり、2007年10月1日より、ロシアを除く欧州、北米、 ハワイ向けの日本語放送の廃止等、先進国向けの放送を中心に大幅な削減を行った。これにより、同地域へ、それまで短波で放送されていた番組、地球ラジオの放送も、同年10月6日、放送部によりインターネットへのストリーミング同時配信に切り替えられた。また、代替手段として、NHK ワールド TV、 NHK ワールドプレミアムのテレビ放送と同じ放送衛星を使用したデジタルラジオ放送も行われるようになった。なお、短波による日本語放送の1日通算放送時間は20時間のまま変更はないが、日本語による独自制作番組も大幅に縮小され、独自制作番組はニュース、海外安全情報、周波数案内にとどまり、 大半の放送時間が国内向けラジオ第一放送の同時放送とラジオ第一放送第二放送 FM 放送及び地上デジタルラジオ実用化試験放送の録音番組の時差放送に充てられた国際放送局による独自制作では開始冒頭と終了時にこちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です東京からニュースを お伝えしますというアナウンスがある。国内同時放送では、テレビ国際放送とは異なり、オリンピックや FIFA フフワールドカップ期間中でも、自差放送などの差し替えは一切行わず、ニュース番組の国内同時放送でもテレビラジオの中継音源はそのまま放送される。現在の日本語番組の編成2017年現在、国際放送独自制作の番組では、ニュースと、 海外安全情報、それに、周波数案内のみとなっている。送信書所,所在地の後の放送局名は、中継国際放送送信所の所有者。ない場合は所有者不明。中波、FM での配信の場合、送信書所,所有者の後ろに明記した。日本語放送では、周波数アナウンスを行う場合に中継局を介した、ものであれば、所在国。 都市名をアナウンスする場合があるが、時間帯によっては、中継局の所在地をアナウンスせず、その放送が行われる、対象大陸のみをアナウンスすることもある。日本での送信施設である KDDI やまた、送信所大半の放送時間が、国内向けラジオ第一放送の同時放送とラジオ、第一放送、第2放送、FM 放送及び、 地上デジタルラジオ実用化試験放送の録音番組の時差放送や放送券及び電波、運用面の都合で放送できないスポーツ中継が組まれている時間帯を行っている。1990年に試験特番として放送を開始した NHK ラジオ第一放送のラジオ深夜便で0時から3時の毎時00分から5分間程度ゼネラルサービスのニュース番組を 数年間放送していたが、その後終了。それに変わる形で1995年頃から NHK ラジオ第二放送にチャンネルを移動させる形で在日外国人向けの外国語ニュースの提供を開始。まず14時と23時から15分間ずつにゼネラルサービスの英語ニュースを同時放送するようになり、その後放送言語が追加された。英語ニュースは当初2回だったが、 現在は1回のみとなった。2016年時点で、ラジオ第2放送での外国語ニュースは、英語、スペイン語、ポルトガル語、中国語、ハングルの5言語で、各1日1回放送される。なお、2012年3月25日実施の周波数変更に伴い、冒頭の、この時間は5ニュースを、お伝えしますのアナウンスが一部変更され、これから5ニュースを、 お聞きいただきますとのコメントに引き続き、各言語の放送がインターネットでのストリーミング配信でも視聴できることと、その URL をアナウンスするようになった。春季と周期で変更するため、基本番組表はない。ありがとうございます。